学びの時を持ちます。人間の生まれつき生来の汚れの清め、はい、聖書は詩編の51編を開いていただくとダビデ王様の詩が、悔い改めの詩が出てきますけれども、そこにダビデは、はい、生まれた時からお母さんのお腹の中にいる時に、はい、私は罪を持って生まれたということを言ってるわけです。詩編の51編、聖書の真ん真ん中にあります。詩編の51編5節に、ああ私は咎がある罪ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。同じ真理が新約聖書のローマ書の5章にあります、はい、一人の人が罪を犯し、その罪によって、はい、その後の子孫たちも全ての者が罪を犯したということが出てきます。はい、聖書は人間は生まれつき、はい、罪を持っているんだとこう言っているわけです。人間は生まれつき、はい、良い性質を持っているという人たちもいますけれども、はい、聖書は人間は生まれつき、はい、罪を持っている。なぜか、はい、先祖アダム、エヴァたちが、はい、罪を犯した、はい、それゆえにその罪の、はい、遺伝、罪の性質を、はい、受け持って、はい、生まれてくるということを言っているわけです。罪の性質を持って生まれ、そしてまた、はい、この世の習慣に従い、また悪しき霊の働きに従ってあなた方は生活してきたと、はい、パウロはこのエペソの手紙の2章を開いていただくとそのように言っております。エペソ書の2章の、はい、1節、あなた方は自分の罪かやってしまったことですね、罪かと罪との中に死んでいたものだとこう言っています。死んでいると何かというと神様の関係が断たれてしまった、はい、命の源である神様、父なる神様、霊のお父さんである神様との関係、イエス様との関係、聖霊との関係が、はい、断たれた、その状態を死んでいたとこう言っているわけです。子供、はい、息子がお父さんの家から離れて、はい、そして自分の、はい、お父さんからいただいた財産を全部放蕩に使ってしまったとき、はい、彼は、はい、豚飼いになりました、うん、そして、はい、彼は豚の食べるイナゴ豆をもう食べたいなとこう思ったわけです。だけど彼に、ね、食べ物を与えてくれる人がいなかったら、うん、はい、そして彼は豚飼いになったんですけれども、はい、その時、はい、彼はお父さんを思い出した。お父さんの家にはたくさん食べ物が満ち溢れた、そのしもべたちがいる、私は今ここで死にそうだとこう言って、はい、だから私はお父さんのところに帰りましょうとこう言った、うん、それで遠くから、はい、お父さんは彼が帰ってくるのを待っておったんですけれども、はいはい、大喜びで、はい、息子、放蕩息子を彼は、はい、迎え入れ抱きかかえて、はい、何と言ったか、この私の息子、死んでいたものが、はい、回復したと、死んでいたとこう言ってるわけです。ですからエペソの2章にあるように、あなた方は自分との罪かと罪の中にいて死んでいたものだ、ね、神様との関係、父なる、ね、お父さんとの関係が断たれていた、交わりがなかった、うん、日々交わりがなかった、うん、今日も朝教会学校の子供野球チーム応援に行きましたけれども、はい、お父さんお母さんが一緒にそこに来てた、送ってきてた、土曜日曜2日間子供野球をやってるんですけれども、いつもそこにお父さんお母さんが来て、うん、いろんなお仕事をして水を準備したりいろんな準備してる、うん、すなわちお父さんお母さんとのこの交わりを持って、野球をやってこの交わりを持って、昔は、ね、お父さんお母さんほとんど来ませんでしたね。子供は好きでやってんだからという考えがあったかもしれませんが、今は、ね、監督たち指導者
ね、たちがお父さんお母さんたちもちゃんとね試合いつも、応援して見守って、一緒にやってください、ね、そしてそれぞれの仕事をやってくださいということになった、はい、これはまあ交わりですよ、ね、お父さんお母さんが応援するので子どもたちも一生懸命やるんやる気が出る、うん、お父さんお母さんたちのすごいねあの声援が飛ぶん頑張れとか、ね、どうしろとか、ね、私も辛辣な言葉を結構言うので、ね、娘に言われておりますあんまり言うなとか言われておりますけれどもそうなの、はい、あなた方は自分の罪と罪悪の中にあって神様との交わりを絶たれたもの死んでいたものだその頃はエペソの2章342ページそれらの罪の中にあってこの世の流れに従って、ね、死んではいるけれども何してたか罪の中に生きてた罪の中に生きてた、ね、不信仰の生き方をしてたの神様の言葉から離れて生きてたの罪の中に、ね、また穴の外れの人生の中に生きてたこの世の流れこの世の、はい、この世の流れの中に従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている、はい、不従順の子らの中に働いている霊すなわちこれは悪霊でしょう、うん、この世の霊、はいはい、霊に従って歩んでいました、うん、私たちみんなかつては不従順の子らの中にいたの神の言葉に従わない不従順だった、うん、神様の声に従わなかった神の言葉に従わなかった不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生きてた欲の中に生きてた罪の中に生きてた肉と心の望むままを行っていた、うん、肉というのは、はい、私たちの、はい、生まれつきのこれは性質を表している肉という言葉でもって神様を抜きにした、はい、人間の、はい、理性とかね、知性とか感情とか意思とか言いますけれども、はい、そのひとまともにしてその魂、はい、肉なん、うん、地上的なそれは生き物なん、うん、地上的な営みなん神様の永遠の命とは違う精霊の命とは違う肉と心の望むままを行ってた他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、うん、神の裁きをね、神の怒りを受ける子らだったとこう言って神様によって神の形に私たち人間は作られた、うん、アダムさんが作られエヴァさんが作られた神様と共にエーデンの園で生活してたんだそれでその園のあらゆる木の実を食べてよろしいですよ、うんはい、アダムさんは動物に名前を与えたんだ牛とか、ね、虎とか、ね、また自分の、はい、あばら骨から取られた、はい、エヴァさんエヴァさんとの関係私の骨からの骨肉からの肉だと言って、はい、一心同体の関係を持っていた、ね、英語では男の人マン M-A-N マン女の人はウーマンとウーっていうのは何かと男からというウーはからマン男から男からできてるそれで一心同体なの助けてとして女は作られた 人が一人で生きていくのは良くない助けてとして神様は女を作った、うんうん、協力者なの補助者なの、うん、それで一体なの、うん、その生活をしておった私たちが、はい、サタンの誘惑にあって、はい、神様のようになりますよと言われて、はい善悪を知る知識の木の実を食べる食べると死にますよと必ず死にますよと何神様との関係が断たれる命の関係が断たれる人生の歩みというものが分かんなくなる今の日本の失業率は何パーセントでしょうアメリカは 4% だと低いところ日本はもっと低いでしょ仕事は私たちは、ね、
学校を卒業すると探すわけですよ。私も今ね、80年前の自分の母親の日記を時々開いて見てる。彼女は昭和10年に結婚した百姓の、ね、青年と、農家の青年と、私の父親なんです。女性の方は、商人、呉服屋さん。それで二人は、はい、学校の先生を旦那さん目指して勉強していた。農家の子供が学校の先生になる。また漁師もやっていた。そこに嫁いできた。彼女はね、浄土真宗の真宗教徒、浄土真宗の家の子なんですから、阿弥陀さんとか真宗教徒として ね腹の座った人間にならなきゃいけないとこう思ってた。だけど旦那さんにね、若い時に亡くなれて子供が残る。そして父さん母さんもその実家に、家、自分の実家じゃなくて嫁い先の家に、そこで働くようになって農家を、農業をやる。小さな地主なんですけど、地主とはいえね、その畑田んぼがたくさんあるんですよ。針山さんも羨ましいなと私は思うわけです。農家でね、汗水流してやってるように見えないし、で田口さんもそんな畑をね、毎週毎週耕してるように見えないし、綺麗な服を着てね、それで化粧しっかりして生活していらっしゃるでしょう。いやーと思うんですよ、私の自分の母親のことを考え、35歳で。浄土真宗の人たちがもしね、神様に祈ってそうやって導きを求めるというようなことをするならばね、別の道歩んだんじゃないかなと思うんです、農家の男性と結婚した。ですからね、旦那さん亡き後はね、その自分も農家に行ってね、じいちゃんばあちゃんと一緒にね、農家の仕事を毎日毎日、田んぼもするし何もするし、私もそれにね、ちっちゃな赤ちゃんの時に、ね、一緒にね、天狗さんに、ね、おんぶされたりして生活を覚えて、今日の教科学の子供たち、野球チームの子供たち、それ野球やってんの、野球やってんの、確かに、何のためや、小学生学校の勉強以外に野球とかサッカーとかそのスポーツがある、音楽もありますけど、まあ、その中でどれか選んで皆さんやるん、やらない子もいますけど、それで野球、ある選手は、ある人たちは野球選手になろうとする、自分の人生野球、プロ野球の選手になろうとする。このような習慣なんです。神様の前に出て、それで神様の導きを求めて、何のために生きたらいいんでしょうか、ね、何をしたらいいんでしょうかと言って祈り求めてやるということはない。ところがこの旧約聖書の律法のユダヤ人、神様に選ばれたユダヤ人たちはそうではなかった。